まあ、これは野球ですけどもね、はい、だからもう一つの見方としては、まあ、やはりあのオールスターゲームです。一方は広島の山根9勝4敗が前半の成績です。今日腰の回転でガッと回してるんですよね、はい、これがまあインサイドを打つ非常に大事なコツなんですけど、常連になりましたバッターの福本。田淵のあのセンターバックスクリーンフェンスによじ登って取ったでしょう。超ファインプレーね、座る場所がなくてうろうろしておりました上田監督。ショートゴロです。一人のピッチャーが最高投げて3イニングだからね、なるほど変わるでしょう。だからそういった意味でどういう展開になるのかちょっと予測つかんですね。技量もさることながらこのマスクもなんか同じ世界に引っ張り込みたいような感じしません？ほんまにね、あの必殺シリーズで出てほしいような顔してます。昔山崎努さんがやっておられたような、ちょっとこうニヒルな、そうですね、うん、でやっぱり女性ピッチャーのコンビネーションというのはどうしてもオーソドックスになるんですけどもね、うん、今日はちょっと偏ったリードしてますね。セカンドゴロです。セカンドは高木豊、中畑へ送りました、なんかもう天性の明るさみたいなの持ってますから、やはり舞台へポンと出てきても、もう舞台いっぱいもうやっぱり欲が 出ますからね。そうですね、詰まった三塁ゴロです。掛布、おーっとさあ門田、野村さん頑張ってますね、中日といやいやこのバッターもねすごいそのパワー持ってますよね。その振り抜きがいいね。そうですね、うん、まあ、今プロ野球で日本人では一番飛ばすんじゃないでしょうかね。切るっていうのを勘繰りをしてもいいんですか。まあ、あーっとすごいのファール。勉強するできるんですよね。三振に取りました。はい、では真ん中構えてましたからなんか勝手に行ったのか投げたのか。そして落合です。小山さんの方見たいや小山さんはね、はい、まあ、あの全日本とかね日米野球で、はい、もう全然違うとこ投げるんですね。いやいや、とにかくね、僕の出す、ね、中尾の間でそういう火花が散っているか。ショートゴロ、ダブルプレーコース、弾いた、弾いたところがセカンド前、一塁へ、こういうダブルプレーもあります。来るんだよ、だから1回だけで済む人がもう1回またどっかで登板しなきゃいけなくなっちゃうしなとぼやいてましたが、芯で捉えました。そして一直線です。センターのバックスクリーンに送らせながらホームランおめでとうと出ます。3回の表オールパシフィックが先制点1点を取りました。石毛のホームランが飛び出しております。